静岡さんです。今日は母の病院の付き添い行くんですけど、明日から G サミットなので市内がちょっと規制がかかってて、前日なので駅前の方が通れないかもしれない。迂回していくようになるかもしれない。ブログに書いてある母のがんっていうのがあるんですけど、今母は皮膚がんの有棘細胞がんっていうのにかかってて、でその治療を今放射線を毎日行ってるんですけど、30回目なんですよね、明日が。だからそれが最後なので、今日はこっちの広島方面に来るのは免疫療法のために、クリニックがこっちの方なので、市内寄りなので、それをちょっと遠くから来る。まあちょっと母と合流したいと思います。お母ちゃん元気そうなっちゃん、手術はできんちゃったけどな、転院してもな、そうなんや。
した場所が良かったらできるけど、手術が分からんのよ、まだ切り刻んだらないよ、そうよ、あとは自分のその免疫力にどうやって頑張ってくれるか、お母ちゃんの今の免疫力で、何でもこうしたいことはするようにしなさい、言っちゃったわ、うん、およそ1キロ先左方向、手がの小がなことなけんが何でもするんじゃけどね、うん、手がこんなんじゃけできんじゃないか、何せかるせ言われる、そう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 、手が怖いに動かんこと知らんのじゃけん、でもだいぶ良くなった、手術から今だいぶ経つけど、だいぶ落ち着いた、痛みが違うわよ、うん、まず痛みが違うけん、うん、おいで痛みがあってもそれと仲良できるけん、うん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 、ローソンとセブンどっちがいい、どっちでもいい、どっちでもいい、じゃあローソン行こう、下に行こう、美味しい、どれぐらい腫れとん、うん、そんなに腫れてないじゃん、おじさんすごい腫れとるよったけど、こっちから見て腫れとるわよ、こっちは細いんだけど、すごい、こっついわよ、うん、そんなん食べんでもうどんとかラーメン連れてってあげるのに、今日は時間がないじゃん、うん、保護者線行ったらあるじゃん、薬のマンネのランチェンね、ああ、そういうこと、昼の薬は、うん、何個飲みよ、薬、うん、薬何個飲みよ、結構飲みよ、うわぁ、悪くならんの、今朝はなっとったね、車にあっこいついた時にはよう取ったんや、いつも来るんよお母ちゃん、うん、うん、悪いことしないですよね、そうじゃん、野菜だっけ、野菜、大根、大根、うん、うまいけね、うまいだろ、今これあゆみんち行きおるけん、うん、連れて帰らないけんけん、そういうことか、でもおじさん、おじさんでも頑張ったね、30回もお母ちゃん連れて行ったんじゃない、うん、頑張ったのー、うん、言うてから言うたよ、あんたも頑張ったねー言うたら、うん、大変だったのー言うて二人が、うん、持って行きにさ、あゆみんちで薬飲むって、広いとこじゃろ、広いとこ住んどるね、ほら、こっからここまであるのすごいじゃん、そうよ、見てはこう、あの裏見て、ワルゴニーもあって、うん、下着も全部脱がんにならんのよ、うん、もうしょうがないよな、うん、簡単に首から脱げるものでないとね、うん、しんどかったな、うん、めぐら手を上げるだけで手が痛かったけんね、うん、今は楽に上がるようになったけど、うん、タヌキがもうあれ苦しかったな、そうじゃね、でも手術してよかったんじゃないお母ちゃんって、うん、逆に、うん、側に奥にガンがあると思わんかったけんね、そうならん、でもアルトランでも CT だけでんやないって聞いちゃったけど、 CT もまあ取ってくれちゃってもええけど、 CT は何でも取るようにやけど、 MR 取ってくださいやいって言ったら、 CT を取った一番後に MR 取った、うん、トランでねえのにそうなのって言うて、
ちゃったんだけど、それで MR の診察の時に行ったら、もう真剣な顔して笑顔一つせんのよ、調子乗って翔太先生が、これでどうしたんじゃろうか思ったら、あのね、一日も早く広島行ってくださいねって言って、それだけよ。ほいで木山先生とこう今日行く行ってがいとうていとうてな、南健先生になんとか言うていくわ言うて言ったら、ほいじゃあ行ってください言うて、ほいで木山先生とこう行っても逃がるんじゃ言うても何にも用しちゃくれんし、そのまま我慢して我慢して広島へ来るまで我慢したんよ。なら、あの人にあれじゃね、整形行ってからあの先生調子の良太のがまあ真剣な顔して笑顔一つせんかったねあれはどうしたんね、何かあるんじゃねえって言ったら、こうよ、何かあるんだ、今日は夜中からね、もうあれあれするんじゃと。何するん？警察が。おい、じいさん見た、明日じいさん見たじゃん。うん、学校も休みなんや、明日。明日から。よくなったじゃろ、だいぶ。今、転移してないんじゃろうじゃろ。薬入れおるけ、出てきたらやっつけんじゃろうじゃろ。ガンをやっつけてくれおるわ。どこが痛いとかはないじゃろ。ここ攻撃してくれんじゃろう思うよ、あの薬がね。よかったじゃん、やっと終わるじゃん、よかったじゃん、明日で終わる、毎日毎日今日ってわけじゃけん。まあちょっとは不安なかもしれんけど、いかんかったら、でも全部やりきった感があるじゃろ。ここらはこう焼きおんじゃけんの、ここら、全然関係ないところ、ここまで来るよって言ったじゃんじゃけん、ここ関係ないとこへ焼かりおんで、喉まで来るんじゃない、ここまで行っとった、ここ期間、肺は肺でちょっと点1、2ミリほどあるけんの、5ミリほど、おじゃけそれが大きなストラーにはいいけど、まあ培養した分が、あれ、がんの転移じゃないかもしれんよったんよ。そうよ、おじゃけこの度レントゲン取ってね、異常がなかったら言うことないよ。そうなんよ、あれが大きくなっとるようなかったらの、はあ、もうがんの転移や。昨日ね、あゆみ子宮頸がんの検査したんよ、昨日。結果が昨日出てからね、時間じゃなかったんよ、陰性じゃったんよ。よかったね。そうなんよ。で、先生が、その先生が言ったのが、あの医者は一番何のがんになりたくない言った本、自分自身が一番何だと思いますかって聞かれたんよ、産婦人科の先生が。何ですか先生って言ったら、何じゃ思うかがじゃん、肺がんになりたくないんじゃって、一番お医者さんって苦しいんだろうね。そう、一番人間って息が苦しいのが一番困るんだと、人間って。で、肺がんはとにかく息ができんようになっていく、苦しむんだって、がんでも一番がんの中で。じゃけん肺がんには絶対なりたくないんですよ私たちはって。だからそういう患者をいっぱい見てきてるの。だからタバコも吸わんし、で、あゆみに、あゆみは子宮内膜症、子宮腺筋症ってあるんよ、お母ちゃん。がんじゃなかったけど。だけど、それは、タバコをやめたら治療ができるんよ。ピル飲んだりできるんよ。リングはめたり。だけど、先生が一生懸命言った、タバコをとにかくやめた方がいいですよって、タバコはいいことはないです。今、放射線に行ったので、ちょっと今から病院に行ってきたいと思います。
んの。どこでもらうんだ。どこの。買うか。これ、うん、いる。買うか。買うよ、そりゃ。だって、うん、お母さんこの真っ赤なする。あ、これあげるよ、ピンクの。うん、このピンクのこれ全部。うん、嬉しい。うん。超ハードやん。普通の元気な人でも疲れるよ。行くのが大変よ。うんうんうん。注射はなんてことないけどね、うん、お母ちゃんは熱が出てもね、うん、熱が出たら抑える薬いっぱい飲みおるけ、うん、痛み止めを、うん、おじゃけんね、熱出んってすごっ。あ、そういうことか、痛み止め飲みおるけ。そう、熱出とるかもからんのじゃけどね。用って言っても一つも注射打ってもどうもないけんね、うん、まあね、三十何万取るんじゃけん高いよね、うん、保険適用になればええ、なかなかならんじゃな、あれもう手あれじゃ手を出すところないけん、もう先が短いですよ言うて帰った人が10年ほど生きとる人がおるから、うん、おばあちゃんは運動しよったけんの、うん、細胞が若いん、細胞が若かったけん、うん、あれじゃわの転移するわね、うん、いっぱいいっぱい買いにさんだよ、うん、食べられんね、行こう行こう、うん、いいお金持っていかんでもカバイが買うから、はい、行こうYou're from, tell me where you're from. Tell me where you're from, tell me where you're from.